内モンゴル自治区、または内モコ自治区は、中華人民共和国の内陸部に位置する、モンゴル族の自治区である。内モンゴル自治区は、中華人民共和国の内陸部に位置し、モンゴル国との国境のほとんどを占めている。また、中国とロシアとの国境の一部も内モンゴル自治区に、含まれている。首都は、フフホトで、その他の主要都市は、パオ島、レッドパイク、 通り領オルドスなど。1947年、旧中華民国の水園、チャハル、ネッカ、リ北ウコアンの各省と、カ宿ネク、カの北部地域を取り込んで設立された。その面積は中国で3番目に大きい行政区画で、約120万平方キロメートルを占め、中国の総国土の12%を占めている。東西に長いため、内モンゴルは、 地理的に東区と西区に分かれている。東部は中国東北部に含まれることが多く、主要都市には通り漁、レッドパイク、ハイラル、ウランホトなどがある。西部地区は中国北西部に含まれ、主要都市にはパオ島、フフホトなどがある。2010年の国勢調査で、の人口は2470万6321人で、 中国本土の総人口の1.84%を占めている。内モンゴル自治区は中国で23番目に人口の多い省レベルの区分である。この地域の人口の大部分は肝心で少数派のモンゴル人は500万人に近く。これは世界最大のモンゴル人人口である。内モーコ自治区は中国で最も経済発展にしている省の一つで、 一人、あたりの年間 GDP は1万3000ドル近くで、しばしば全国5位にランクされる。公用語は、北京語とモンゴル語で、モンゴル語は、伝統的なモンゴル文字で書かれており、モンゴル国で、モンゴルキリル文字が使用されているのと対照的である。歴史的に、騎馬民族が活躍した地域であり、昔から牧畜が盛んである。後期からは、 肝心農民の大規模内住があり、農民化したモンゴル人も多くなった。農業開発が自然破壊の要因となっており、1960年以降、急激に砂漠化が進行している。内モンゴルの草原東西に長く伸びており、東から順番に、国流高章、吉林省、遼寧省、河北省、山西省、潜西省、寧化海賊自治区、 韓縮省と南に接し、北はモンゴル国、ロシア連邦と接している。面積は日本の約3倍。内モンゴルの高原は広く、標高600-1400メートルである。地形は西が高く、東が低く、南が高く、北が低い。なだらかな丘と広いモンゴルの平野と盆地が広大な草原を形成している。モンゴル国とは、 ゴビ砂漠を挟んで接しており、その地理的特徴から中国の史書では爆南という表記も見られる。大江安霊が東部を南北に約3 0 0 0トルにわたって走っており、また東西には陰山山脈が走っている。50万年前から20万年前頃の現人の化石が見つかっている。比較的湿潤で温暖なこの地域では牧畜と農耕を両立させる反応。 繁木が行われてきた。紀元前4700年から紀元前2900年にかけては、鉱山文化が縁山山神役脈の北方に栄え、紀元前20世紀頃にはオルドスブ人が住みつき始め、春秋戦国時代には、蝶、縁と郷土との間で構想が繰り広げられた。フビライハーン1206年に建国した。 大モンゴル国のチンギスハーンの弟ジョチカサルの領地となり、後にはその子孫が支配し、モンゴル帝国帝位継承戦争で、モンゴル帝国が南北に分裂した際は、クビライの本拠地となり、クビライが即位を行った上都は、元では、首都の大都に次ぐ、バイトとなった。1368年に、元が、漢族の命によって滅び、帰還した、モンゴル人は、 西部のオイラートモンゴル、ハルハモンゴル、内モンゴルに大きく3つに分けられ、互いに権力争いを続ける。16世紀には、アルタンハーンが内モンゴルを再統一する。アルタンの時代には、モンゴル高原西部のオイラと、北部のウリアンハン、民などに対する軍事遠征を行い、現在のモンゴル民族の地理的な分布の大枠を、定めた。また、アルタンは、 チベット仏教の導入や長らく対立関係が続いていたアキラとの貿易関係を確立するなど、後のモンゴル史に大きな影響を与える活動をした。このように、モンゴル人が頂上を越えて中国内地に侵入するのみならず、中国人が頂上の外に逃れ込み、ハーンの保護の下で中国風の城郭都市を建設し、農耕や交易を行うという形で、 諸民族の雑居が進んだ。そうした中、1646年、満州の女神人が内モンゴルと手を結び、民を倒し、真の時代が始まる。1688年、モンゴル西部オイラーとモンゴルが作ったジュンダル王国のガルダンハーンが、対ハルハ戦争を行い、成功したが、ハルハモンゴルの貴族が逃げ、1691年に、 真の支配を認める。ガルダン・ハーンが、ハルハ戦時中に、老いのゼウェーン・ラウダンに王位を奪われ、後ろからの援助が止まる。1694年、事実上、最後の統一した、モンゴルのーガルダンが、現在のモンゴルの中心部で、清し、ハルハモンゴル、内モンゴル軍の連合軍と死ぬか生きるかの戦いに、出タが、圧倒的に強い連合軍に敗れ、大敗する。 その後、半世紀にわたり、1755年、ハルハモンゴルと内モンゴルの手を借りた清氏が、ジュンガル王国を倒し1755年には、モンゴルが独立を失う。デムチュクドンロブ1911年、中国では、新外革命後、中華民国が成立するとともに、モンゴルが独立を宣言し、内モンゴルも合併を申し出た。1913年に、 モンゴル軍が内モンゴル解放戦争をはじめ、ほぼ全域から中華民国軍を追放した。しかし、帝政ロシアの介入で、この解放戦争は失敗に終わる。1915年6月7日、モンゴルの国境にあるキャフタで、ロ、モ、ハナ三国の間で、キャフタ協定が結ばれ、中華民国北京政府は内モンゴルと、外モンゴルを自治区とした。 1933年、満州事変に影響された雲ン湾区ンは、デム区ドンロブと共に内蒙古自治会議を開催し、内蒙古の高度な自治を要求する運動を開始し、内蒙古自治政府が設立された。1937年には、露甲橋事件で内蒙古方面へ本格的に出兵した日本軍の援助で、盲湖連盟自治政府が樹立され、 特王をいただいた1939年には、特王をいただいたモーコ連合自治政府が、カルガン口で成立した。当時のモーコ連合自治政府は総人口525万4833人の、内館民族が9割の501万9987人に、対して、モンゴル族は15万4203人だった。 1945年8月、ソ連対日産戦によるソビエト連邦軍とモンゴル人民共和国軍の侵攻に満州国ともおこ連合自治政府は崩壊する。ソ連軍とモンゴル軍は内モンゴル東部のみならず、チャハルやネッカ省といった内モンゴル西部にも侵中し、その影響下で統一国家を目指す独立国家として内モンゴル人民共和国が成立する。 ソ連とモンゴルは、中ソ友好同盟条約に基づいて、中華民国に、モンゴル独立を認めさせる代わりに、内外モンゴル統一の要求を取り下げた。ウランフ占領した、ソニド、右端を慰門で訪れたモンゴル人民共和国の、指導者ホルローギ員ンチョイバルさんは、中国共産党との連携を、現地民に支持して、ウランフが代表となったうちモンゴル人民共和国は、 東モンゴル自治政府やフルンドイル地方自治政府などを取り込み、1947年に内モンゴル自治政府となって、国境内戦中は中華民国から事実上独立し、1949年に中華人民共和国が建国すると、中華民国時代のチャハル省、水園省、熱火省、両北省、公安省を廃止して内モンゴル自治区となった。 中華人民共和国の自治区としては最も早い成立である。徳王はモンゴル人民共和国に亡命するもソ連が捉えていた満州国皇帝の愛信格羅不義のように中華人民共和国に引き渡されて内モンゴルで特赦と役職を与えられた。外モンゴルは独立の道を歩んだが内モンゴルは中国共産党の影響があったとはいえ 同じモンゴル族同士の運動と対立の結果自治区となった。1966年に始まった文化大革命の勃発により、ウランフは失脚し、内モンゴル人民革命党粛清事件などの弾圧の上に、モンゴル人は自治権が完全に剥奪されていた。当時の内モンゴルのモンゴル人の人口約150万人のうち 34万6000人が逮捕され、2万7900人が殺害され、12万人が暴力を受けて障害者にされたとされ、後に犠牲者らは雇用法によって名誉回復された。文化大革命でモンゴル人に着せられた罪は2つあり、第一の罪は1930年代に日本が満州国を建国し、内蒙古に 蒙古連合自治政府を樹立したのをモンゴル人が協力したという対日協力であり、第二の罪は敗戦により日本が内モーから撤退した後にモンゴル人は中国に属することを望まず、モンゴル人民共和国との内外モンゴル統一を要求したことである。この二つの罪により肝心入植者は民族分裂の歴史だと断じて十四万人を逮捕し、 二万七千人以上を大量虐殺した。内モンゴル出身の妖怪英によると、内モンゴルでは、文化大革命が勃発すると、肝心たちは、モンゴル人に対し、真っ赤に焼いた鉄棒を肛門に入れる、鉄釘を頭に打ち込む、モンゴル人女性のズボンを脱がせて、縄でその陰部を、ノコギリのように繰り返し引く、妊娠中の女性の体内に手を入れて、その胎児を、 子球から引っ張り出すなどの生産な性的暴行、拷問、殺戮を加えた。内モンゴルのジャーナリストや研究者たちによると、当時内モンゴルに居住していた150万人弱の、モンゴル人のうち、文化大革命による犠牲者は30万人に達し、その後、内モンゴルでは、モンゴル人の人口250万人に対して、肝心の入植者は3000万人に激増した。 妖怪英は事件をきっかけに19世紀以降に満州、モンゴル、新疆へと彼ら肝心が領土拡張してきた方法により内モンゴルは植民地開拓され内モンゴル自治区ではモンゴル人の人口がたったの250万人にとどまり後から入植してきた中国人はいつの間にか3000万人にも膨れ上がりその地位が完全に逆転してしまいました 中国人による植民地開拓のプロセスは基本的に同じですと述べている。アルタンデレ兵は中国共産党はまずウランフの例でわかるようにモンゴル人の指導者と知識人たちを狙った。文字を読める人はほとんど生き残れなかったと言われるほどの粛清が行われた。50種類以上の拷問が考案され実行された。例えば、 真っ赤に焼いた昆布で内臓が見えるまで腹部を焼き、穴を開ける。牛皮の鞭に鉄線をつけて殴る。傷口に塩を塗り込み、熱湯をかける。太い鉄線を頭部に巻いて、頭部が破裂するまでペンチで締め上げる。真っ赤に焼いた鉄のショベルを、縛り上げた人の頭部に押し付け焼き殺す。実力には悪夢にうなされそうな具体例が詰まっている。女性や子供への拷問。 殺戮の事例も限りがない。中国共産党の諸行はまさに悪魔の仕業であると批判している。文化大革命収束後、中国政府はジェノサイドを行った、肝心入植者を処罰しなかったことから、1981年にモンゴル人大学生による大規模な抗議活動が行われたが、当局の厳しい弾圧に遭い、抗議活動を支援したモンゴル人幹部や、 文化大革命を生き延びた人々は全員粛清され、モンゴル人大学生も偏僻な地域へ追放されて、公民権を剥奪された。1967年に、夫婦ごとに革命委員会が成立した。中祖対立の軍事的緊張下に1969年には、内モンゴル生産建設兵団が設置され、1970年には、 行政区画の大幅な変更が行われた。これによって内モンゴル東部は東北山昌に、西部は姉化、甘粛に分割された。1979年になり内モンゴル自治区は再設置されたが、内モンゴル独立運動は徹底的に弾圧された。1983年には、ウランフは国家元首に次ぐ国家副主席の地位を得るまで復権し、 地盤の内モンゴル自治区でも、ウランフの妹向子のアナトベ、息子のブヘ、孫のブ、シャオリンが自治区主席を務めるなど、ウランフの一族は大使党となって、県政を振るうこととなった。旧地球、市、3名を管轄する。下級行政区単位としては23市かつく、11、県級、市、17県、49期、31期がある。 内チモンゴル自治区政府トップの歴代主席などをモンゴル族が務めているものの、漢族が人口の80%以上を占めており、人口約2400万人のうち、モンゴル族は約400万人で80%以上を占める漢族は中国政府が長期にわたって漢族の入植政策を積極的に進めてきたことによる。モンゴル族と 漢族以外には、ダウール族、エベンキ族、オロチョン族、海族、満州族、朝鮮族などが居住している。内モンゴル自治区内のモンゴル族は発表統計から400万人を超えているとみられ、モンゴル国の270万人と比べても、自治区内のモンゴル族の人口の方が多い。1949年に中国が建国されると、内モンゴルに、 漢族の大量移住が行われたことから、モンゴル族の人口比率は大幅に減少した。内モンゴル出身の妖怪英によると、高雨量の少ない北アジア、中央アジアでは、食費を失った草原は砂漠化するため、モンゴル族は大地に、隙やクワを入れることを意味嫌い、乾燥した牛糞を燃やし、冬になればわずかに枯れた寒木を燃料として、利用したが、 1960年代にうちモンゴルに入植してきた漢族は季節に関係なく手当たり次第に漢木を切り、さらにはモンゴル族の居住地域内に入り込んで伐採し、このような小さな利益を貪る漢族をモンゴル族は寛容に放置したが、気がつけば草原が所々砂漠化してしまい、モンゴル族は漢族を草原に放送をもたらす植民者と呼んできた。 モンゴル族の英雄であるチンギスハーンの肖像を踏むといった行為が民族への侮辱や差別の先導として逮捕、刑罰の対象となる。農業、畜産業を主要な産業として、鉄工業、林業などもある。主要な農作物は蕎麦で、日本は蕎麦の8割近くを中国から輸入しているが、生産量の3割超を占める最大の産地は、 内モンゴルとされる。ドウ栽培とワイン製造を始めた地域もある。豊富な石炭と天然ガスのほか木土類の生産量は中国一であり、特にバヤンコークは世界最大の木土類元素交渉がある。石炭は年間5億トンの産出を目指す。独立国モンゴルよりも内モンゴル自治区は経済発展を遂げている。 2009年の GDP は1420億ドルで、前年より17%伸びた。2000年代は13.2%、17.9%、20.5% 17.、20. 23.8%、19%、19.1%、19. 17.2%と、全国31の省、直轄市、自治区の中でも、 最高の GDP 成長率を記録しており、他の中国都市と同じように、商業施設やマンションの建設ブームとなっていた。中でもオルドス市は不動産バブルが崩壊して、起業化するまで2010年には、中国全体では、マカオや香港と並ぶ中国本土で最も一人、当たり域内総生産が高い都市となり、2015年には、内モンゴル自治区の一人当たり GDP も上海、 北京、天津に次ぐ全国4位となった。最西部に中国のミサイル開発や宇宙開発で活躍している主戦衛星発射中心があり、内モンゴルの4使用機は宇宙船の帰還場所でもある。また、軍需産業も少なくなく、59式戦車から99式戦車まで中国で唯一主力戦車を製造してきた。 旧大六百十七章があるも砂ぼこりの激しい地域のためにエンジン類は他で作られている。風も強い地域のために風力発電容量は中国で最も多く規模は三峡ダムを超えるとされる。章とフフほトにある KFC 看板や道路標識は標準中国語とモンゴル文字のモンゴル語の両方で表記することが義務付けられている。 ただし、そのほとんどが、蓄字訳であり、漢字一文字ごとにあらかじめ決められたモンゴル文字を当てている。中国語とモンゴル語が公用語である。記述には、伝統的なモンゴル文字を使い、モンゴル国で使われる、キリル文字はあまり用いられない。モンゴル国で使用される、モンゴル語と内モンゴル自治区で使用される、モンゴル語には違いがあり、前者は、ハルハ方言、後者は、 チャハル方言である。漢族は地域により、様々な方言を話す。東部では、漢和方言に属する東北方言を話す傾向があるが、甲賀盆地一帯の中部では、進む語が話されている。ふふほとやパオ島では、それぞれ独特の進む語方言が使われており、ハイラルクなど、北東地域で話される。 進むご方言と互いに意思疎通が困難な場合がしばしば見受けられる。法王伝記は内モンゴル自治区出身のアーティストである。伝統的な音楽と現代音楽を融合したメロディーが特徴。代表曲に再民族風がある。少数民族に対する看護教養政策2020年内モンゴル自治区は義務教育の現場において教育改革と称して モンゴル語の授業を大幅に削減し、看護教育を義務化することを発表を。2021年には、習近平中国共産党総書記は、同化政策の強化を支持し、内モンゴル自治区当局は、民族問題を解決して、看護の使用を推し進めていくべきだと発言した。世界では、国際人権規約にて少数民族が、独自の言語を使う権利は、 少数民族の文化や宗教、言語を否定されない権利と明記して保障されているが、中国共産党の習近平政権は、少数民族による分裂、独立運動への警戒から、愛国主義と看護教育を強めており、特に、内モンゴル自治区がモンゴル語教育を実施することで、モンゴルと強く結びつき、中国から分裂するために独立することを警戒しており、 看護教育を徹底することで、中華民族としての意識を高め、中国共産党の一党支配をさらに強固にしようとしているとされる。もともと内モンゴル自治区は、第一公用語はモンゴル語と法的に定められていたが、2017年以降に、チベット自治区と新疆ウイグル自治区で実施された、民族同化政策と同様に、モンゴル人の同化を目的にモンゴル語教育が削減された。 モンゴル語の授業削減に対して学校教員や保護者らが抗議し、子供たちは授業をボイコットし、地元放送局の従業員、約300人もストライキを起こしたが、警察はデモ参加者の顔写真をインターネットに公開し、一人宣言の検証金をかけて密告を奨励して摘発し、街中に防犯カメラが設置され、携帯電話やメールも当局に監視され、 少なくとも170人以上が逮捕され、抗議活動は2週間で鎮圧された。タンロビは、モンゴル語教育を奪われた未来には、民族滅亡しかないと批判している。2021年開催の全国人民代表大会で、一昨年に、言語政策をめぐって母語が失われる、危機感を強めた保護者らによる、抗議運動が起きた内モンゴル自治区の代表団文化会に、 習近平総書記が出席し、少数民族同化政策の一環として、少数民族言語から、標準語への切り替えによる、標準中国語の普及強化を支持した。経済発展は、内モンゴルに高速鉄道など交通網の整備をもたらし、京新高速道路は砂漠を貫き、北京、中国東北部、河北、中国西北部とも、高速道路で結ばれるまでになった。 中国最大の陸運航駅都市である満州佐と1903年に中国とロシアを結ぶハマス線が開通してシベリア鉄道に接続され1955年には内モンゴルとモンゴルを結ぶ州2線も開通しモンゴル縦貫鉄道に接続されたことで中国各省とヨーロッパを結ぶ鉄道の大動脈が通ることとなったまた2019年には 新民北駅通り、両駅間の高速鉄道も完成し、中国全国の高速鉄道網と接続された。現在の内モンゴル自治区の中心都市フフフトは、この頃に作られた都市である。習近平は、名目上、内モンゴル自治区の代表として、第13期前人代に出席している。タブレーション、オンザ2010ポピュレーション、センサスオブザ・ピープルズ・リパブリック・オブ・チャイナ。 stats.govcn 2013年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年5月7日閲覧 AB ブレンサインバージェグイン内モンゴルを知るための60章つねやき赤坂赤坂つねやき赤し書店東京2015年32ページ i s b n 七十八から四からゼロ三七ゼロ八一一 おくるく9億52119326。ブレンサイン、バージェグイン、内モンゴルを知るための60章つねやき赤坂、赤坂つねやき、赤か書店、東京、2015年、22ページ。ISBN 978から4から750370811。750おくるく9億52119326。AB。 小説世界史 B、木村康次、岸本美、小松久夫、山川出版社、東京、2017年3月、182ページ ISBN。ISBN 978から4から634700345。おくるく9億9215万3412。ブレンサイン、バージェグイン、内モンゴルを知るための60章つねき赤坂。 赤坂綱焼、赤子書店、東京、2015年、114から115ページ。ISBN 978から4から750370811。送くるく9億52119326万。二木博士投薬、田中克彦監修、モンゴル史に、公文社、1988年。 日本帝国主義へのモンゴル人民共和国の参加。地図11、札企画金。我が所ともみち的特王は当時的内蒙古138ページ。モンゴル自由連盟党日本支部。モンゴル自由連盟党とはモンゴル自由連盟党。2010年12月15日閲覧。妖怪英。アジアに求められる先人のチエコ養蜂氏は、チベット、ウイグルなど。 連邦制を模索していた文化人類学者、静岡大学教授、妖怪英。産経新聞。オリジナルの2018年9月29日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20180929233227/https。 www.sankei.com スラッシュコラムスラッシュニューススラッシュ180117スラッシュ clm1801170004-n3.html ハット abcd タンロビー狙いは民族抹消中国が教育改革称してモンゴル人に同化政策 ヤブプレスオリジナルの2021年6月28日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 1 0 6 2 8 1 7 2 5 3 5 h t t p s j b p r e s i s m e d i a j p a r t i c l e s 6 5 7 6 2ページイコールに abcd 習近平が中国人未来なあの国を訪問した意図とは 日刊 SPA オリジナルの2014年8月29日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20140829030548/.http://nykkan-spa.jp/.705426。ブラッグ、リジンウェルデン、ザ・マングルズ・アット・チャイナ。 エスエッジ、ヒストリーザ・ポリティクス・オブ・ナショナル・ユニティ、ロマン&、リトル・フィールド、ピアニッシモ、213-214。ISBN 9780742511446、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID=G3C2 バイト9オキザブブクック、&、ピコグラムイコール =PA213 アンドリュー・ジェイコブス、エスニック・モンゴリアン・ディシダント・リリースド・バイ・チャイナイズ・ミッシング。ニューヨーク・タイムズ、2010年12月31日、閲覧。ABCD ・タン・ロビ。狙いは、民族抹消。中国が、教育改革称して、モンゴル人に同化政策ヤブプレス、オリジナルの2021年6月28日時点における、アーカイブ。 h t、PS、org t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 1 0 6 2 8 1 7 1 1 4 8 h t t p s j b p r e s s i s m e d i a j p a r t i c l e s 6 5 7 6 2チンギス・ハーンの画像を踏みつけた19歳に実刑、その背景。ニュースポストセブン。 2018年1月4日閲覧。チャイニーズマンジェイルドフォースタンピングオンジンギスカン、ポートレート。BBC2018 年1月4日閲覧。鬼しかすまぬ中国オルドス石炭バブルが崩壊。日本経済新聞。2019年10月29日閲覧。インナーモンゴリア、S エコノミーメインテインズ、エーラピッドグロースモーメンタム。人民日報。 2019年10月29日閲覧。内モンゴル風力発電容量2070万キロワットで剣首。富士山系ビジネスイ2019年10月29日閲覧。中国、内モンゴルの風力発電容量、三峡ダムを超える規模に。ニュースクリップ。2019年10月29日閲覧。反社会紙面も、文字並び用工作。 内蒙古比。2014年12月23日、習主席、同化政策を強化内モンゴルで、標準中国語の推進を支持 AFP、2021年3月6日閲覧。社説中国語教育強化少数民族の抑圧は、許されない。読売新聞。オリジナルの2021年4月20日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20210420025911/https:www. 読売 COJP エディトリアル2 <ời>、totally、0 2 0 9 <義が S 1> 2 7 8 1 t 5 2 1 0単ロビ狙いは民族抹消中国が教育改革称してモンゴル人に同化政策 ヤブプレスオリジナルの2021年6月23日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュウェブアーカイブドットスラッシュウェブスラッシュ20210623060906スラッシュ https jbpres.ismedia.jp s スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ65762ページイコール3高橋哲次内モンゴルで勤務した首相候補の憂鬱北京ダイアリー日本経済新聞 https www 日経 .com アーティクルヤズコム1 5 0 i s l v 1 0 c 2 1 a 3 0 0万 アンロックイコール12021年8月6日、閲覧。内モンゴル、中国語教育を、終始支持少数民族同化の一環。読売新聞。https、www. 読売 COJP。ワールド。2021307おいと 1t5062。砂漠を貫く、世界最長の高速道路内モンゴル区間が貫通。新化網。 2019年10月29日閲覧。内モンゴルが初めて全国高速鉄道ネットワークに接続。進化も。2019年10月29日閲覧。ありがとうございます。